ピエトロ・ブルーノは、イタリアの軍人。最終階級は、陸軍中尉。1920年4月12日、イタリア王国チェントゥーリペに生まれた。第二次世界大戦では、第132装甲師団、アリエテ第132戦車連隊第10戦車、大体第1戦車中隊に所属し、中戦車 M14、41に登場していた。 1942年11月3日からの第二次、エル・アラメインの戦いにブルーノは参戦している。この日、彼は偵察中に右の肩を負傷したが指揮を取り続けた。翌日、追い込まれたエルヴィン・ロンメル率いるドイツ・アフリカ軍団は退却を余儀なくされたが、ブルーノの部隊はその場に止まり、他の部隊の撤退を援護した。戦車のハッチを吹き飛ばされたことにより彼は顔面を、 負傷したが、退却はせず、地にまみれながらも、果敢に攻撃をし続けた。しかし、直撃弾を受けたことにより、戦車が爆発、彼は戦死した。死後、ブルーノの武君に対して、イタリア王国軍人にとって、最高の名誉である、武功黄金勲章が追贈された。 アントニオ・サントレ、マウリツィオ・エンリコ・パリ、イン・ゲライ・イン・ペース・イン・ホステム・ロイト1941から2009。2012年5月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年9月13日閲覧。ブルーノ・ピエトロ、クイリナーレ、イット、プレジデンザ・デラ・レ・ピューブリカ。2012年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月4日閲覧。 ありがとうございます。